蝶屋敷に来て数日が経ち、体が順調に回復した頃、虫柱の忍さんがにっこり笑ってこう言った。そろそろ機能回復訓練に入りましょうか。機能回復訓練、この時は一体何のことだかわからなかったけど、これがきつかった。本当にもう心をえぐられるほど。涙が出るほど痛い柔軟をやって、その次は指導役の葵さんと同期のカナオ、二人との全身訓練、反射訓練、それを何度も何度も何度もずーっとやり続けた。でも全然勝てなかった。特にカナオは本当に強い。心の折れた善逸と伊之助は訓練に来なくなってしまって、でも不器用な俺はとにかく頑張ることしかできない。そんな時、キヨちゃんたちが助言をくれたんだ。炭治郎さんは全集中の呼吸を四六時中やっておられますか？それができるのとできないのとでは天地ほど差が出るそうです。それは全集中常中という全く俺の知識にないものだった。全集中の呼吸を常に行うというとんでもないものだ。それができなければカナオには勝てないだろう。身につけるには大きな瓢箪を割れるほどの肺活量が必要だ。やるべきことは分かった。あとは頑張るだけだ。努力努力、少しずつでも前に進め。俺は頑張ることしかできない。それから何日もかけて少しずつコツをつかみ、全集中の呼吸を続けられるようになってきた。そしてさらに時が経って、一つの区切りとして俺は瓢箪割りに挑戦することにした。これまでの努力が試される時だ。きっと、いや絶対にできる。うん、体の調子がいい。体が全集中をやっている状態に慣れてきたんだ。やってみよう、瓢箪割りを。はあ、もういない。善逸たちはいつになったら訓練に戻るんだ。瓢箪割りは室内でやるより中庭でやった方がいいな。おはようございます。あ、おはようございます。忍さん、これから訓練ですか？いえ、訓練の前に常駐の修行の成果を試すために瓢箪割りをやろうと思ってます。なるほど。うじっと見つめられると少し照れるな。今の君なら良い結果が出るかもしれませんね。本当ですか？よしよし。かまどくん。はい。あの時も言いましたが、頑張ってくださいね。君には期待していますよ。はい、俺頑張ります。
よう、炭治郎。善逸、お前そろそろ訓練に戻ってこないか。みんな待ってるぞ、心配してるぞ。訓練？ああ、あれはもう終わったことだ。女の子にお近づきになれるのは大きな利点だったけど、かなおちゃんに全く触れられないしな。ま、俺にしてはよくやったよ。うん。そういえば伊之助は？一緒じゃないのか。伊之助なら裏山で遊んでるよ。さて、俺も遊びに出かけるかな。今日はどこでブラブラしようかな。楽しいな。ダメだ、こうなったら早く訓練を終わらせて俺が二人にコツを教えてあげよう。よし、今日こそ終わるぞ。おはようございます。あれ、みんなどうしたの？はい、そろそろ氷炭割りに挑戦するんじゃないかって思って。私たち待ってたんです。すごいな、よく俺がやろうとしたことを分かったね。毎日炭治郎さんを見ていれば気づきますよ。俺ってそんなに単純なんだろうか。いや、でも3人が見守ってくれるのはありがたいし嬉しいな。うん、ありがとう。それじゃあ早速ひょうたん割りに挑戦だ。炭治郎さん頑張ってください。応援してます。硬いひょうたんに息を吹き込んで割る。初めて聞いた時はそんなの無理だと思ったけど、全集中の呼吸を長くできるようになればなるほど基礎体力が上がるんだって分かった。今の俺なら。今までの鍛錬を思い出せ。頑張ってください。教えてくれたおかげだよ。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。明日改めてカナオに挑戦だ。今度こそ勝ってみせる。いや、絶対勝つんだ。翌日、俺は早速道場に向かい、カナオ相手に全身訓練に挑んだ。相変わらずカナオはとてもすごく素早かったけど、全集中の呼吸常中を得得した俺はなんとかカナオを捕らえることができた。これで残すは反射訓練、お茶かけ勝負だけだ。よろしいですか？はい、わかりました。この前までは
まるで相手にならなかったけど、今日こそは勝つ。お願いします。絶対に勝つぞ。お願いします。いい勝負です。頑張って。カナを相手にここまでできるなんて。常駐を得得したおかげだ。もっと反射速度を出せれば。さすがですね。すごい、カナオに勝つなんて。お見事です。ありがとうございます。あ、善逸、伊之助。やばい、このままだと紋次郎に差をつけられちまう。炭治郎君が得得したのは全集中、常駐という技です。全集中の呼吸を四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がります。これはまあ基本の技というか初歩的な技術なのでできて当然ですけれども、得得するには相当な努力が必要ですよね。まあできて当然ですけれども。伊之助くんなら簡単かと思っていたのですが、できないんですか。まあできて当然ですけれど、仕方ないです。できないならしょうがない、しょうがない。はぁ、あ、できるっつーの、当然に。なめるんじゃねえや。頑張ってください、善逸くん。一番応援していますよ。はい。それから9日、善逸と伊之助はあれから火のついたように訓練を繰り返し、あっという間にコツをつかんだようで、全集中常駐を得得した2人は全身訓練も反射訓練もすぐに終わらせてしまった。これで3人揃って訓練が完了した。長かった。でもとても力をつけることができた。そして問題なさそうですね。診察は以上です。体はもう大丈夫ですから安心して任務に邁進してください。じゃあ訓練はもう。はい、あとは実践あるのみです。はい。あ、そうだ、忍さん、一つ聞きたいことがあって。何でしょう。日の神神楽って聞いたことはありますか。ありません。え、あ、じゃあ火の呼吸とか。ありません。ひー、実は俺の子供の頃の話になるんですが。ふんふん、なるほど。なぜかかまどくんのお父さんは火の呼吸を使っていた。私でわかることは、炎の呼吸はありますが火の呼吸ではないということ。え、同じではないんですか。私も詳細は分からなくてごめんなさいね。ただそのあたりの呼び方について厳しいのですよ。炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない。詳しいことは縁柱の煉獄さんに尋ねてみるといいかもしれません。カラスにお願いしましょう。ありがとうございます。煉獄さんにいろいろと聞いてみます。では失礼します。かまどくん。はい。期待していますね。はい。よし、行こう。
みんな、俺と別れるのが寂しいんだね。俺だけ残ってもいいよ。善逸さんは少し女の子に対して気遣いや節度を覚えてくださいね。はい。おわおわする。でもちょっとは俺がいなくなって悲しいでしょ。悲しくありません。炭治郎さん、体を大切にしてください。無理をなさらないよう、いっぱい鬼を倒してください。うん、今までありがとう。じゃあみんな行ってきます。無限列車の任務には炭治郎たちに行ってもらうことにしたよ。かまどくんはまっすぐで、努力し積み重ねることができます。それによる伸びしろは期待以上のものでした。そして何より、彼には鬼舞辻を倒すというはっきりとした目的があります。それについては私も同じ意見だ。あと、かまどくんのお父さんが火の呼吸を使っていたと本人から聞きました。ほう。現状ではまだ力不足であることは否めませんが、縁柱の煉獄さんなら何かしら導いてくれるのではないでしょうか。そうだね。鬼になっても人を食わない妹のことや鬼舞辻との遭遇について考えてみても、炭治郎はそういった星のもとに生まれた子なのかもしれない。